満足はガールズバーの店長と店員にいろいろと聞いてみた。今日質問いっぱいするからさ、童貞っぽくしてきたんだけど、童貞っぽいどう？柄がやばい、本当に。なんかライトオンで見た。こっちがなんかキャッチって感じです。めっちゃ童貞意識したんだけど。いや、冬場のキャッチって感じ。ファーが偽物だから見た。じゃあ今日はね、俺の友達のガールズバーキムのカホちゃんとミオちゃんに今日来てもらったから、まあ、女の子の本音をいろいろ質問できたらいいなと思ってます。はい、します。早速質問に入っていくんですけど、下ネタなしにしましょうか。本当に女の子なんで最初ちょっと軽いやつからいきましょうか。はい、はい、最近いつ少しましたか。全然下ネタ。あーがっつり。私たちの想像する少でよろしいですか。あー全然全然。カホちゃんいつした。3日前に。巻き巻き。めっちゃ最近生理終わった翌日。え、ね、スコって生理関係あるんですか。生理中でも構わないと。違う、下ネタ絶対なしね。答えたくないし、女の子だし。そういうの好きじゃない。あの最初から飛ばしすぎちゃったなって思うから、めっちゃ抑えめに言うと。はい、お願いします。はい、はい、初体験はいつ。懲りねえな。私は、パナチ。パナチ。ああ、嘘ね。え、でもだってお酒とかタバコも入るしかないじゃん。確かに。ああ、そういうことか。法律に乗っ取って。誕生日にこの時は待ってたから。あ、そうそうです。カオちゃんは2人とも意外と嘘がきと言いますか、加速が早いタイプ。全然ね、全然したの。なるほどね。それじゃあ、ね、我々一応 Tinder 生活としての活動もしてるので、Tinder の質問をさせてください。はい、Tinder の秩序を守るために活動してるんです。そうそうそう。なるほど。実は難しいですよ。性欲は一切ない。あ、見回り。見回り。見回り。そう、見回り。たまに女の子に身体検査するけど。それは欲求は一切ない。まず質問いきましょう。まずこれが前提ですよね。それはマナー、はい、まずだね、Tinder やってるから。これは、はい、はい、おー、さすが。もちろん、ちなみに5年前からです。デビュー長い。ティンダーで悩める童貞のためにこれを聞きたいんですけれども、はい、どういう基準で合ってるか。あー、はい、これは私一択だな。一択。つらつら。楽しい。結局これに限る。一応さ、つら以外はない。ノリ。なんかフィーリングが合わないと。むず。そう、むずいむずい。このネタ通じるんだったらいけるわみたいな。そうそうそう。ちょっとじゃあ新しい質問させていただきます。はい。Tinder でこいつないわってやつの特徴。これはあのプロフィール設計でもメッセージでもどっちでも OK。うん、あった。あんまりライクしません。そうだね。うん、なんか透かしてる感じが嫌い、そんなお前に選ばれて嬉しくねえ。うぬぼれんだって思って。あとあれだね、よくホストに間違えられます。あ、ますよ。だいたい髪明るいだけで。そうそう、こういう真っ白だけでそれ言ってくるやつね。すごい思ってないからって思う。すごいわかる。まあ、要するになんか上から目線感あるやつは嫌だってことね。自意識過剰とか。そうね、まあきついってことか。参考にしてください。うん、ちょっと次いきますね。はい、これです。女側のスコ目的はいるのか。おお、気になりますね。はい、私のことですね。ってかこれしかいないのがピンで、男側も女側も。ああ、そうなんですか。こういうアプリだと思う。うん、本当に。うん、じゃあね、次はね、ガールズバー関連の話してせっかくなんで聞いてもいいですかね。はい、じゃあ私からいきます。うん、みんな気になると思うのは、始めたきっかけは何ですか。あ、うん、私はとシンプル、酒が飲める。あ、そっち。お金じゃない。酒が飲める、酒が飲める、酒が飲める。なるほどね。この話やめようか。そうっすね。やめよう。じゃあね、お次の質問いきましょうか。お客さんとそういう関係なったことありますか。うん、じゃあせーのでよ。OK、じゃあせーので。本当はご法度だからね。うん、さすがにな。じゃあいきます、せーの。はい。今日、今日一元気よ。なんか結構事故だね。
あ、事故なんだ。それはさ、やっぱかっこいいからな。本当事故。事故なの？本当事故。同時多発テロじゃない？こちら。同時多発テロ。2人組で来て、こちらも2人組で行って、ここがついたんですよ。この4人でカラオケに行って、そこで解散、それぞれがペアで解散して、同時多発テロ。顔じゃなくて要するにまあ楽しんだらワンチャンあるって感じ。あのさめっちゃ聞いたよね、条件っていうか。なるほど。いや流れ。流れ。やっぱり酔っ払わないとこっちも事故起きようがないから。うん、酔っ払わせられるぐらいの財力は大事なのかもしれない。なるほど。女の子にお酒飲ませてくれてるっていうのは最低じゃん。女の子がもう抵抗できないぐらい。まあいろいろ聞いたから、もっと DT のために深い質問させていただきます。はいはい。男はみんなスコが好きなので、スコを前提にしちゃうんですけど、スコから始まる恋はあるか。あーこっちも聞きたいよ。そう、ね、男性の方がこれないんじゃない。そうなんだ。じゃあ我々男側から、やっぱあの相性ってすごい大事だと思ってて、俺は付き合う前にやりたいなとは想像してる、やりたいなとは想像してる。それは難しいことは考えないで、とりあえずスコってみてそこから考えようねっていうのはね、思ってる。だからまあ、あることにもあるし、ないことにもない。はい女の子はよくスコったら好きになってしまうみたいのがね、よくあると思うんですけど、それに限らず別にスコは内見だと思っているので、内見せずに家は決めないでしょ。スコってからいいねって言ったら、うん、付き合うことは全然ありかな。素晴らしい意見だと思います。そういう女性がもっと増えてほしい。そうのちゃんはありだけど、うまくいったことがないから、なるべくしたくない。あー、悪い男ばっかだな。あ考えらんないわ、ね。それ、ね、なんだろうな、中途半端なやつ、騙すんよ。あたかもその自分は本気じゃないですよ、みたいなふりして騙すから、まあ、そういうやつが一番良くないんだよね。その通りですね。真のスポモクは隠さないから、俺スコモクだけどどうぐらいでいいから、中途半端な人に騙されてる。でもそのスコモクだけどどうでさえも好きになってしまう場合はどうしたいですか。まあ自己責任自分が悪いか。開き続けるしかないまたを開けば道は開ける、またを開けば道は開けるそうな、名言好きです。さあ次は確かに行きます。はい、はい、ワンナイオーケーの条件、まあ、こいつならいいやと思う、このタイミング。まあ、条件というよりタイミングだよね。男って基本案内目的で来てるから、その人とのセックスが想像できたら、あー、首絞めそうと思ったらもうそのままスコール。こいつ準備できてるかと。怖い経験があるので、やっぱりそういう雰囲気を作れる人は、と、そういうのが上手な人にはまあまあいいかな。逆に一緒にいて楽しすぎちゃう人とはそうならない。友達になっても飲んでて楽しいから、ずっと飲めるし、そしたら、エンジョイしつつもトイレ行ったタイミングとかで外で待ってて、2人でこっそり水飲むとかあると、ま、うまく男を見せれると、やっと人が OK になりますね。なるほ なるほど。雰囲気作りね。雰囲気作り大事。じゃあね、最後にね、私から、顔以外でこいついいなって思ったことは、なんかね、イケメンってかなり少数だと思うんだよね。まあ本当に大事で自信がないとかね、ただその人のために、まあ、顔以外にこれいいなって思ったことある。肌の綺麗さ、清潔感、清潔感。なんか普通の顔でも肌がすごい綺麗だとよく見えますよ。女の子とかも、髪の毛すごい綺麗とか、多分普通以上に見えることってあると思うから。清潔感、清潔感。そりゃ俺この前の動画負けるわけだ。今入んなかったです。あれは相当臭かった。なんか清潔感マジで大事だ。はい、本日のお二人、お忙しいところありがとうございました。ありがとうございました。いろいろと聞かせてもらったんですけども、お役に立つ情報がいろいろとあったはずです。この動画を見てね、少しでも多くのチェリーが出荷されたらいいなと切にね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。はい、せーの、バーン。